どうも皆さんこんばんは。こちらのウェーブチェイサーレベル1なんですけど、もう非常に迷うんですけど、もう買ってしまいます。もういつかは買うもんなんで、まあこれセールしてること結構多いかなとは思うんですけど、 25% 引きということでですね、買います。はい、買いました。もうこれはですね、一応ボートの中では一番早い。あー、なるほど、こういう色になるんですね、他の色は。はい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 。まあボートというとですね、水上バイクと、何これ、水上バイク2と水上バイクで、ジェットボート、モーターボートで、この警察が乗ってる船ですねとあるんですけども、まあ、これ156キロ 5.4、177の 3.82、 もうこれとかも話にならないですね。はい、あれ177と、まあ10キロの差で 3.66、 まあ加速に関してはそんなに変わらないような感じなんですけども、まあ、今回はですね、まあ、とりあえずこれを一回配達して、でミッションの方でですね、速さに違いが出るのかというところを見ていこうかなと思います。ではまず普通のやつですね、ちょっと街中の方で、遊んでいきたいなと思うんですけども、いけ、まあこれ一応、悪魔の所業のミッションで登場はするんですけどね、乗ろうとすると死んでしまったっていうのが一回あったんですけど、これやっと乗れるわけですね。ああ、ハゲですね、ハゲが出てきたんですけど、これなかなかいかついですね。まあ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 、船なんでまあこんなもんなんですけど、ああ間違えた。まあ船はまあ別に、なんでこんな逆カーばっかりなんですかね。あったこれ嫌がらせですか。でまたこっち行ったらこっちに出てきましたね。これ嫌がらせですか。これを飛びたいんですよ。これ当たったらこれ手配度ついてしまうんで、うわ、いきなりいっぱい出てきた。これは海軍たちじゃないですか。危ない。ちょっと待って、ちょっと、あかん。うわ、しかもこれ止まったじゃないですか。うわ、ちょっと最悪ですね。もう、では。早々にですね。ちょっとこれ一応配達料だけ。72,000、安いですね。ちょっと今の捨てて、もう一回配達後でちょっとしようと思います。ですね。では、レースミッションですね。レースじゃなかった。何だかな。これですね。ウォーターウェイ。このタイムアタックの中に、ウォーターウェイとイースタンカナル、この2つが船を使うミッションになるんですけども、まあこっちのウォーターウェイの方ですね、見ていこうと思うんですけど、まずこのモーターボートレベル1で行ってみて、その時の運転度合いにもよるかもしれないんですけど、何秒で行けるかというのをちょっと見ましてですね、これはハゲにならないですね。
影になるのはちょっとどうにかしてほしいですね。若干この上目線なんでちょっとこう先が見えにくいところがあるんですよ。それがちょっとやりにくいなっていつも思うんですけどね。この橋とか結構邪魔なんで、これどっかでなんかすごいなんかカーブがあったような、なかったでしたっけ。あ、ここか。あー、そんなにですね。はい、1分41秒ということで、これはあー、一応ギリギリ星4つなんですけども、結構1分41760ということで、これよりも時間が残ればですね、まあちゃんとこれは早いということが証明できるんですけど、まあ、この、なんか、赤と白にしてみましょうか。もう。あんまり、どうなんですかね。まあ、若干は、早くなってると思うんですけど、ちょっとですね、曲がるのがちょっとやばい、これは絶対アウトですね。なんか曲がるのがなんか、いや、でもそれを差し置いて、いいタイムが出るかもしれないんで。あ、一応 OK ですか。なんか曲がるのがちょっとあれですかね、スピードの落としどころが悪かったんですかね。もう一回だけいきましょうか。なんか曲がるのがやりにくい気がするんですよね。ブレーキを使えばいいんですかね。ここが結構きついんで。あかん。やっぱこれ曲がれないですね。綺麗に。ここで、いけ。あ、ああ、42000。ということは、一応こっちの方が早い。ちょっと、運転にもよるんですけどね。うん。一応こっちの方が早かったですね。まあ、ちょっと、もう一回だけ、こっちもちょっと、さっきの、まあ、運転の感じで、この 42.000 を超えることができるのかというところですね。あの速さで、あの最高速度でこれと同じ旋回能力を持ってれば、強いかなと思うんですけど。あ、やばい、ミスった。ここで行って、で、ここで、違う、ここか。ここで早めに行って、43、42。あ、41ですね。あー、
結局ウェーブチェイサーとモーターボートはこの旋回能力の違いでトントンっていう感じですね。まあこれこう並んでんのがこのブーストハスンで並んでんのがそれを象徴してるのかもしれないですけど、ちょっとですねこれは旋回能力が例えばこうその場で回ってみるとか、あんまりこれではわからないですかね。あ、全然違うじゃないですか全然違いますね、これもう並べる必要もないですね。ああ、なるほど。まあ、やっぱり、そういうことで、最高速度は、十分あるんですけども、あれ何これ、あ、そうかそうかそうか。爆発したわけじゃないですかね。いや、でもちょっと青乗ってないんで、青に乗りたかったんですけど。何これ。おい。あれ黄色が届いた。あれこれ色変えたら最後の色が来るんですか。ちょっとそれは僕、知らないですよ。これで色変えれるんやったら、いいですよね。今後使えますよね。で、一旦青を選んで、で、これで、中止。ちょっとさっき何の話してたかも忘れちゃったんですけど、まあ、とりあえず、ウェーブチェイサーは最高速度と加速が若干高いですけども、青になりましたね。若干高いですけども、旋回能力がないと。で、モーターボートは、その最高速度と、加速は劣るものの旋回能力が高いので、結局はもう同じ、ほぼ変わらないと、いうことですね。モーターボートレベル1はダイヤ95個なんで、こっち買おうか、迷われてる方もしおられましたらですね、絶対こっち買った方がいいですね。まあこれはまあ僕の意見なんですけど、ジャンプをしたいんで、あった、あかん。あはすごい仕上げ方ですねこれ。こんなんなりますこれちょっと悪意あるんじゃないですか。これすごいですよ。この仕上げ方は。これはちょっとかわいそうですね。あ、いけました。これでいけるか。あかん。ちょっと待ってくださいよ、これ。あれ、どこでしたっけ？どこでした？あ、こっちか。このスピードで飛んでもちょっとしょうもないですよね。よし、ここでまっすぐ行けば。OK、行け。まあ、こんなもんですよ。これどこや。ここで。はい、もうちょっともう、見るに耐えない、ボロボロさになってしまいましたが、はい、ですね、今回、ウェーブチェイサー、買ったんですけども、まあ別に、ね、そんなに、差があるわけではなかったんですけども、もうちょっとですねこの旋回能力ぐらいはもうちょっと高めといてほしかったなとは思ったんですけども、はい、では、今回は、これで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。